コハルンです。バーチャル YouTuber コハルです。今日はね、金曜日なので、コハル日和まとめなんですけれども、先週のコハル日和がね、ちょっとその、日によって音声の状態がすごいまちまちになっちゃって、すごい反省したんですよ。で、私音声関係のアップデートは随時やっているのですけれども、そのアップデートをね、なるべくその、コハル日和の切れ目の日に、土曜日から金曜日までを動画にしてるじゃないですか、私ずっと。で、それの切れ目のね、金曜日が終わった後のタイミングで、音声のアップデートをしようって決めていたんですけれども、ちょっとごめんなさい。今週はね、すごい声のアップデートいっぱいしました。本当にね、今週20時間くらいやったんじゃないかなっていう範囲で、声のアップデートをいっぱい行ったので、今私が喋っている声がね、とりあえずの完成形、ね、また後で聞いたら気になるところが出てくると思うので、また声のアップデートはしちゃうと思うんですけれども、今日のところはとりあえずこんな感じっていうところの声になったので、この声で今日お届けしますね。それでは今週の VTR 行ってみましょう。おはこはるんです。バーチャル YouTuber こはるです。今日は10月12日土曜日です。10月12日といえば2001年の10月12日にゲームボーイアドバンス用ソフト逆転裁判が発売されました。もうみんな知ってる逆転裁判ですけれども、なんかあんまりにも有名になりすぎちゃって、逆転裁判名前は知ってるけどプレイしてないんだよって人は結構いる気がするんですよ。で、逆転裁判ってもう20年近く前のゲームですけれども、本当にものすごくよくできてるので、これもね、一昨日紹介したダンガーロンパと一緒で、ゲーム体験としてのね、プレイフィールがものすごくよくって、裁判所でね、相手の発言のあらを見つけて、そこが違うよって指摘していくのが基本的なゲームの流れなんですけれども、そのね、嘘を見抜く時の、見抜かれ加減とか、そのゲームレベルの、レベルバランスですか?ゲームレベルのバランスとかがすごく良いし、BGM とか SE とかがね、ものすごく良くって、その、気持ちよく嘘を指摘させるための仕組みっていうのは、ものすごくよくできるんですよ。話的にはちょっと古くなっちゃうので、まだこのスマホが一般的じゃなくって、携帯電話だったりとか、なんかそういう時代を感じるものもありますし、なんかそのガチガチの推理物に比べたら、そんなの鑑識がちゃんと調べればわかるじゃないかっていうこととかもあったりとかするんですけれども、そういうのはちょっとフィクションレベルをある程度自分の中で上げておいて、プレイすると本当に楽しいゲームなので、ぜひまだ未プレイの方はね、やってみてください。今年になってから、Steam 版で逆転裁判 1,2,3 がセットになった、なるほどセレクションとか出てるので、ぜひ私のおすすめはその 1,2,3 までが特におすすめなので、そのなるほどセレクションはね、とりあえずやってみてください。面白いです。なのでね、ぜひどうぞ、プレイなされてみてくださいね。それでは今日も一日ゆると、行ってみましょうね。おはこはるんです。バーチャル YouTuber こはるです。今日は、10月13日、日曜日です。10月13日といえば、2016年の10月13日に、PlayStation VR が発売されました。PlayStation VR ね、今でこそ普通にネット通販とかで買えるんですけれども、当時はものすごい品薄で、私その発売日に欲しかったのでね、予約購入申し込んでいたんですよ。だけれどもそれは抽選で、抽選外れちゃったんですね。で、その後何回か抽選予約のコーナーがネットであったりとかしたんですけれども、ことごとく外れて、その発売日、この入荷をするっていう噂を聞きつけてね、新宿のビッグカメラさんとかにも行ったりとかしたんですけれども、それ朝から並んで、なんかリストバンドみたいなのされて、値番号が発表されるってやつで抽選購入できるやつがあったんですけれども、それも外れてしまって、結局ね、買えたのは1月の半ば、2017年の1月の半ばくらいにようやく買えたんですよ。で、初めはソフトはあんまりなかったので、バイオハザード7を私はね、初めて VR で本格的にやったんですけれども、まあ、酔う酔う、VR 酔いがひどいゲームで、それもまあ設定とかでね、私その当時あんまり知らなかったんですけれども、視点を変えるのをね、滑らかに変える方にやってるとすごい酔ったんですよ。横を押すと45度刻みくらいで回転するモードとかがデフォルトになっていて、で、結局その45度刻みで回転する方にしても、酔っちゃうことは酔っちゃってたんですけれども、最後の方にはね、なんとか、それほど酔わずに遊べるようになりました。それでもね、1時間くらいプレイするとね、もう気持ち悪いってなっちゃったので、なんかバイオセブン、ホラー、黒とかが、どうこうよりは、VR 酔いの方が怖いゲームでした。で、VR の体験としてはね、バイオハザード7、なかなか良かったんですけれども、
コンテンツがちょっと 今でも、プレイステーション VR だとコンテンツが少なくって、私それでね、2017年の4月くらいかなに PC 用の HTC Vive を買ってるんですよ。VR 本当にね、これ、当たり前のこと言うなよって言われちゃうんですけども、本当に被ってみないとわからないんですよ、VR の操作って。その、一度ヘッドマウントディスプレイを被って、VR 体験してみてください。それでは今日もう一日入れると、行ってみましょうね。おはこはなんです。バーチャル YouTuber こはるです。今日は、10月14日、月曜日です。10月14日といえば、1994年の10月14日に、スーパーファミコン用ソフト、豪傑実足が発売されました。このゲームね、対戦型格闘ゲームなんですけれども、疎通が流行って、2年くらい経ったところで、それまで結構正統派の格闘ゲームっていっぱい出たんですよ。で、そんな中ですごい色物だったので、注目されていたゲームでした。豪傑実おたねっていうのが主人公なんですけれども、それが78歳のおばあさんで、まあ元気なんですけれど、その当時は飛び道具って言えば波動拳みたいに画面に、1画面に1つしか表示されないのが普通で、まあ例外としては疎通レインボーって言われる、海賊版基盤の話とかはあるんですけれども、なんかそれ以外の普通のゲームではね、自分が撃った飛び道具が画面内に複数出るなんていうのは全然稀なことでなかったんですけれども、おたねおばあさんはね、コマンドを入れると、ドラゴンボールのエネルギー弾連射みたいになんか、ブワワワワ、飛び道具がブワワワワ飛んでいくっていうのがあってね、それがすごいインパクト大でした。で、豪傑実足っていうのはそもそも設定が、登場するプレイヤブルキャラクターがみんな豪傑実足の血縁関係っていう話で、時代当主の座をかけて対戦トーナメントを開きますよっていう話なんですよね。その設定もすごいですし、78歳のおばあさんが格闘ゲームに出るっていうのもすごいですし、そのおばあさんがね、あいつに投げを決めると、超打って吸い付いて、相手の正気を吸うんですよ。で、一定時間を若返ることができるっていうね、なんか謎のシステムでした。スーパーハンド版はね、移植の出来もそれほど悪くなくて、それほどっていう、その基準が難しいんですけれども、スーパーファミコンの格闘ゲーム移植っていうのはあんまり出来が良くなかったっていうのを前提に置いた上で考えると、それなりに移植が良くできていて、楽しく遊べるゲームでした。もし皆さんもどこかのゲームセンターとかで見かけたら、プレイなさってみてくださいね。それでは今日も一日入れると、行ってみましょうね。おはこはるんです。バーチャル YouTuber こはるです。今日は10月15日、水曜日です。10月15日といえば、1998年の10月15日に、プレイステーション用ソフト、アジト2が発売されました。これね、アジトっていうゲームは、どんなゲームかなっていうと、脱サラした主人公が組織の司令官になるんですよ。で、組織っていうのは悪の組織か正義の味方の組織かどっちかを選ぶんですけれども、よくさ、特撮にさ、悪の組織みたいなのとか、正義の組織みたいなのとかってあるじゃないですか。ああいう感じのを運営していくゲームなんですよ。正義側をやることもできるし、悪側をやることもできるんですね。で、悪側の方が比較的難易度が低いんですけれども、悪用をやった場合には、なんか、悪さをいっぱいするんですよ。作戦って言って。例えば、幼稚園のバスを乗っ取ったりとかして、なんか、お金を稼いでいって、組織をうまく運営していくゲームなんですけど、それでなんか最終的には、ライバルになる正義の味方のアジトがあって、そこを潰したら勝ちなんですね。逆に、正義の味方でやった時には、悪のアジトを潰したら勝ちっていうゲームなんですね。でね、このアジト2からは、実在する、その本物の、正義の味方が登場するようになって、仮面ライダーとかね、あと宇宙刑事シリーズ、ギャバン、ギャリバン、シャリバンとかね、なんかそのあたりのヒーローが、このアジト2には出ています。なのでね、特撮好きだよって方とか、アニメとかのロボットものが好きだよって方とかにはね、おすすめのゲームになっていますので、ぜひ皆さんプレイなされてみてくださいね。それでは今日も一日ルールと、行ってみましょうね。おはこはるんです。バーチャル YouTuber こはるです。今日はね、10月16日、水曜日です。10月16日といえば、1997年の10月16日に、プレイステーション用ソフト、ムーンが発売されました。ちょっとムーンはね、ネタバレなしで皆さんにプレイしていただきたいゲームなので、ちょっと今日はあんまり内容に関しては触れないんですけれども、
最近になってスイッチ版が発売されたことで一部で話題になってたじゃないですか。で、なんでスイッチ版が発売されたのがこんなに話題になるのって話を今日はしますね。っていうのはね、まあ話は簡単で、プレミアがついてたんですよ。ムーンって、1997年に発売されて、その翌年に廉価版も発売されてるんですけれども、アンチ RPG、RPG っていう名目のゲームで、当時も CM でね、ドラゴンクエストの勇者っぽい人が、なんか、家の中に勝手に入ってきて、探索調べたりとかして、お家の人に煙たがられるっていう、なんか、風刺 CM みたいなものが行われてたんです。その当時、ドラクエと FF が、やっぱり RPG の主軸で、なんか、それに対する風刺みたいなものが含まれていたんですね、CM にも。で、一部でカルト的な人気が出たので、その、FF とかドラクエみたいに本数いっぱい作って大勢の人にブワーって売るっていう感じではなかったので、いっぱいバーって売った場合には中古市場にも物がいっぱい出回るので、あんまりプレミアがついたりしないんですけれども、ムーンはそもそもの出荷本数がそんなに多くなかったのに売れたので、プレミアがついたんですよ。で、プレイステーションアーカイブとかでも発売されていなかったので、今までプレイするのがすごい大変だったんですね。それが先週スイッチ版が発売されたということで、なんか多くの人が、スイッチで初めてムーンを触るよって方がね、いたりしたゲームでした。ムーンはね、RPG って名乗ってはいますけれども、戦闘がなかったりとか、なんかモンスターを倒してレベル上げとかそういうのがなかったりとかするので、RPG って思ってやると、ちょっとなんか肩透かしを食らうかもしれないんですけれども、いいゲームなのでね、遊びやすくなったこの機会に、皆さん遊んでみてくださいね。それでは今日も一日ルールと、行ってみましょうね。おはこはるんです。バーチャル YouTuber 小春です。今日は10月17日木曜日です。10月17日といえば2019年の10月17日。つまり今日ですね。プレイステーション4版トラビスストライクスバックノーモアヒーローズコンプリートエディションが発売されます。注意してほしいのは、Steam でもこのゲーム発売されるんですけれども、Steam版は明日10月18日発売なので、そこだけご注意くださいね。まだこれ発売前のゲームなのでね、なんか細かいこと語れないんですけれども、ノーマーヒーローズというゲームがそもそも Wii とかプレステ3とか出てたんですよ。で、ノーマーヒーローズってどういうゲームかっていうと、殺し屋の主人公がね、殺し屋なんですけれども、オタクなんですよ。ジャパニメーションとかが好きなオタクで、スターウォーズに影響を受けて、ライトセーバーみたいな武器を使ってるんですよね。で、そのビーム刀を使って、世界第11位の殺し屋を殺しちゃったんですよ、そのトラビスは。世界殺し屋ランキングのやつがあるんですけれども、それに暫定11位になったんですね。トラビスが。で、なんか美女に、残り10人も殺して、世界1位の殺し屋になってみないって誘われて、自分より上位にいる殺し屋10人を全員殺していくっていうのが、ノーマーヒーローズ1のお話なんですね。トラビスストレックスアゲインは、それから何年後かのお話らしいんですけれども、なんか私も詳しいことは知らなくてね、今度はね、トラビスがそのゲームの世界に飛び込んでいくみたいなお話らしいです。ゲームクリエイターの須田剛一さんっていう方をね、なんかご存知の方はご存知かなと思うんですけれども、映画的な演出とかが得意なゲームクリエイターさんがいらっしゃるんですけれども、その方がね、ディレクターとかゲームプランナーとかなんかその辺を務めてらっしゃる作品なので、須田剛一さんファンの方はもちろんのこと、そうじゃない方にもなんかそのね、シンプルなアクションなのでね、なんかシンプルだけれども爽快感があるようなアクションなので、ぜひ皆さん気が向いたらやってみてくださいね。それでは今日も一日ルールと行ってみましょうね。おはこはるんです。バーチャル YouTuber こはるです。今日は10月18日金曜日です。10月18日といえば2018年の10月18日にスイッチ用ソフトダークマスターリマスタードが発売されました。ダークソウルはね、皆さん死にゲーっていうことで有名で、そのものすごく難しいって思ってる方がいっぱいいらっしゃると思うんですよ。で、確かにものすごく難しいんですけれども、そのね、死んだ時のシステムがあってね、一度死ぬと、その場所にレベルアップとか、お買い物に必要なソウルっていうポイントを殺すんですよ。で、次に再開した時に、そこまで死なずにたどり着いたら、そのソウルを回収できるんですね。で、ただし、そこに行くまでにもう一回死んじゃうと、前に死んだ方の分は消えちゃうんですよ。っていうシステムがあって、なんかそれがね、その一度そこまで無事にたどり着いてるわけじゃないですか、プレイヤーは。なので、そこまでもう一回やろうって気になるんですよ。で、
また失敗とかしちゃったりとかすると、悔しいってあったって、キーってあったりするんですけれども、なんかその感覚がね、すごいよくできていてね、私、個人的にはデモンズソウルの方が好きなんですけれども、ダークソウルもね、その、一番初めての時はバランスとかにちょっと難があったりとかして、ユーザーさんからの不満とかもいっぱい上がったんですけれども、いっぱいアップデートをしてね、良いゲームになったと思うので、そのリマスターとは初めからその、良いゲーム、しているゲームなので、ぜひ皆さん遊んでみてくださいね、っていう感じです。それでは今日も一日ルールと行ってみましょうね。おはこはるんです。バーチャル YouTuber こはるです。今日は10月12日土曜日です。椅子の音入っちゃいましたね。やり直します。おはこはるんです。バーチャル YouTuber こはるです。